別なんですけれども、それ以外の場所っていうのはローカルになりますので気をつけていただきたいと思います。海外移住ご希望の方からメルマガの始め方を知りたいですと、配信スタンドは何がいいでしょうかということですね。あと配信方法、配信の始め方法ですね、まあ、配信スタンドっていうのを、借りる形になります。で、無料のマグマグとかじゃなくてですね、もう当然これステップメールが使えるというのも大前提ですので、配信スタンド、僕はオートビズをお勧めしてるんですけども、オートビズがなぜいいのかというと、まず配信到達率は圧倒的に高いですよね。ちゃんと監視をしてくれていて、常にですね、その高い到達率を保っています。メルマガもどんだけいいこと書いてもですね、渾身の記事を書いても届けなければ読まれないですよね。なので、まあ、到達率はすごく大事だと。あとやっぱり初心者の方、特にですね、細かいこと分かんないと思うんですね。細かい機能とかそういうのをですね、電話とかメールで聞けると。でかなりですね、オートビズの場合詳しくサポートしてくれます。なので僕はメルマガを始めるなら配信